交通の交ですね、交わる交で共有の共です、公共、私の希望としては。というのは、まあ、人が交わって共に生きるということを私は希望するから、みんなが仲良くする、うんうん、そういう日本であってほしいかなと思います。いいですね、もっと難しい字はちょっと多分選ばれないかなと思っているから。今の若い人はすごく平和を望んでると思いますし、もう少し前の昭和とかの人たちは一つの会社に勤めたら最後までずっと同じ会社で、でまあ普通に暮らしてたらどんどん偉くなってポストが上がってっていうことが約束されていましたけれども、平成の時代はそうじゃなかったし、だけど若い人はそんなに昇給しなくても家族と平和であれば幸せっていうふうにすごく思ってて、昔は農業、昭和の頃ですけど、まあ、あの農業とかっていうのよりも会社に勤めてるっていう方が、まあ、格好がいいとかっていうイメージがありましたけども、でも今の若い人は都会生まれ、例えば東京とかあの都市生まれであっても地方で田んぼを買って自分で畑を作ったりしたいという人が私の周りの若い人でも結構多いです。それとか古い、まあ特にここは京都ですけど、京都の古い今、まあ、ここも古いけれども家とかもどんどん京都市は認可して潰しちゃってますけど、若い人で建築をしてる人とかはそれに対してすごく反感を持ってる人が多いです。だから古いいいものは残したいというふうに思ってくれている人が多い。だから私はそういう若い人の考えは悪くないっていうか素晴らしいと思っています。まあ昭和の生まれの私としてはもう少し若い人が前向きであってもいいかなとは思いますし、平和はもちろん大事なんですけれども、もう少し発展性を持って前向きになってもいいかなとは思います。ただみんながそんなに素晴らしくお金持ちになったり裕福にならなくても幸せというふうに思えるということは素晴らしいということ、欲がないということではなくてそれでも十分に幸せだと思えるということは素晴らしいと思います。昭和の人はあんまりそういうふうなことは考えたくなかったので、どん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 お金も欲しいし際限がない。でも若い人は生まれた時にもうそんなに裕福な日本ではない時代に生まれているからもうそれで十分だっていうふうに思っていると思いますうん、平和な日本になるんじゃないかなっていうふうに私は想像しています。